信頼特急、富士号の特急券、B 信頼券信頼券とは、交通機関等で信頼を利用する際に必要とされる切符。ヨーロッパの鉄道ではかつては、基本となる運賃に対しては、乗車券を購入し、さらに信頼者を利用する場合には、信頼券を購入するというシステムが一般的であった。日本でも、信頼利用には、乗車券とは、 別立ての信頼権を要するシステムが取られている。一方、ヨーロッパでは、包括運賃制度が、一般的な運賃制度となってきており、超高速列車や信頼列車でも、列車ごとに運賃と他料金を一括して、運賃設定を行っていることが多く、この場合には切符も一括されており、別立ての信頼権は存在しない。客船の場合、客室を区切った個室の場合が多く、 それと一体の場合がある。一般に割高な運賃を設定されている場合が多い。また、鉄道の場合と同様に、寝台を利用する際に必要な料金とする場合もある。日本の鉄道の場合、寝台列車を運行する JR のみが寝台車を保有している。料金区分、寝台の質により、A 寝台、B 寝台とに分かれており、また車室内の配置により、 開放式寝台と個室寝台に分かれる。個々の形態については、寝台車を参照されたい。寝台は、座席と同じ扱いであるため座席指定権と同様に、扱い、特別急行列車の場合特別急行券により、座席指定分に相当する額を現実計算する。なお、急行列車の場合、急行券それ、自体に座席指定がなされていないため単純にこの料金を、 足して計算する。かつては夜行普通列車の一部にも連結されており、その際でも乗車券の他にこの券を必要とした。また、東急生時代の三等信頼者、二等信頼者は上段、中段、下段とそれぞれ寝台料金が異なっていた。発売の際には開放式寝台と個室寝台とでは扱いが若干異なる。 個室寝台の場合、コンパートメント席と同様、定員分の料金をあらかじめ支払い、個室の定員まで使用ができるが、開放式寝台の場合、1枚につき1人が原則となっている。ただし、小学生までの子供2人での使用と、子供連れの場合の大人1人につき小学生までの子供1人を付き添う形で使用することを認めている。 JR における料金の体系は1969年以降、従来の一等寝台、二等寝台とあったものを A 寝台、B 寝台と変更したことにより生じている。そのため、基本的には座席指定権と同様となるが、前者をグリーン席に相当する特別席の扱いとし、後者は大が可能となる通常の座席すなわち寝台として扱ってきた。そのため、 開放式では、ゆとりがある A 寝台、横になれる B 寝台の差があったが、1980年代以降の寝台列車の体調に伴い B 寝台で二段式を採用したことや、両車で個室が採用されたことにより21世紀、初頭の現代では不帯設備の有無で差がつくことになってきている。なお、2019年の JR 旅客営業規則の改定により、 A 信頼料金の上段、下段、B 信頼料金の客車、客車、電車、電車、4人用個室カルテットの価格設定が削除された。以下の表に信頼料金を示す。JR 東日本旅客営業規則による、大人、小にもに同額タイは存在しないことを示す。かつては出発時間が早いことから、信頼の設定が行えない。 長距離かつ長時間運行される列車が設定されていた時の名残で、信頼の利用は出発時にセットされていない場合、21時から翌6時まで出発時にセットされている場合には、出発時から翌6時までとされている。そのため、信頼者を連結した列車の運行不能、遅延時の払い戻しも、翌6時以降まで使用した場合、払い戻しをしないことになっている。 また、寝台を使用しない、時間帯で、昼行列車の保管を行うために区間を区切って、この件を有さず乗車することができる制度があり、昼寝と呼ばれている。ただしこの制度では利用できる区間のみを利用する場合、特別急行列車であれば、指定席特急券ないし割率席特急券、急行列車であれば、急行券など、列車種別により必要な料金を払う必要がある。 かつて寝台列車が多数運行されていた頃は、昼寝の制度を採用した列車が数多く見られたが、寝台列車自体がほぼ全廃された現状では、この制度を採用している列車、区間は存在していない。ちなみに、周遊切符など自由席特急券を有さずとも、乗車できる特特特切符については使用できない場合も、あるが、回数券形式の料金券での乗車を認めている、事例もあった。 イタリアでは、夜行列車に備えられている信頼を利用する場合には、一般的に別途信頼権が必要になる。AB 土屋武之、鉄道の未来予想図、実業の日本社、2013年、61ページ第60条の、2 0条第1項、第2号の規定により B 信頼権を発売する場合は、別に定めるところにより、区間及び期間を定めて、 特定の B 信断料金によって B 信断券を発売することがある。例として2008年まで運行していた特急マリモは当期の信断料金を割り引いていた。2009年現在設定列車、車両はない。例えば2016年まで運行されていた夜行急行、浜那須のように6時前に終着駅に到着する列車の場合は適用されなかった。 JTB パブリッシング、ダララチットミラノベネツヤ114ページありがとうございます。